はいどうも、東京都内で出張カメラマンをやっています藤本と申します。こちらのチャンネル藤本動画では、日頃、カメラに関する、ね、話題だったりとか、僕が使っているカメラ機材でその他、いろいろね、電動キックボードだったりドローンだったりとかね、僕は趣味で、使っています道具や、いろんな、商品の方をね、レビューをしたり、感想なんかね、まあレビューと感想同じかな、そういったものをご紹介しているチャンネルになります。はい、で今日のこの動画の内容なんですけれども、激安通販アプリ Wish というねアプリ皆さんご存知でしょうか。多分ね使われている方もねいろいろ、いっぱいいらっしゃると思うんですけども、僕は結構ね、もう長いこといろんな細かいものを激安通販アプリのね Wish の方で購入してきまして、で今ね着ていますこの、服ね、はい、これもね、激安通販アプリの Wish の方で購入した、だいたい多分2000円前後ぐらい、1500円、1800円、2000円ぐらいのね、金額で購入した、服だと思うんですけど、意外とね、まあ、ちょっとね、デザインは特殊ですけれども、結構、品質もね値段の割は全然良くて、常にね私服として使っていたりします。はい、でその他ね、まあ、いろんなこういったこれなんかね、首からぶら下げるこう iPhone のねこうフォルダーとかね、こういったものだったりとか、あとはまあこれもね、これもアクションカムですけどね、クリップでこうねアクションカムをね、まあこうアクションカム自体は別売りですが、こっちのクリップもこういったものをね、よく購入したりとかしています。はい、で今回ねまた、Wish の方で商品の方が届いたんで、そちらの方をね紹介していきたいと思います。はい、今回はねちょっとカメラとは関係ないものを紹介になるんですけれども、こちらの方ね、が届いたのでちょっとねご紹介します。ちょっとね住所とか見えちゃうんでこうしておきますけれども、はい、じゃあ早速ね中開けていきたいと思います。再郵便というかね、多分どっから送られてきたの、海外からね送られてきてます。中国かアメリカかちょっとわかんないですけど、はい、今回ね2つ入ってきています。はいね、こういったもの、これなんか中国語書いてあるから中国製なのかな。はい、Wish 自体はね確かねアメリカの企業がやってるアプリだと思うんですけども、これちょっとうろ覚えなんでね、もしかしたら中華サイトがやってるやつかもしれないですけど、確かねアメリカがね、やってたと思うんですよね。はい、今回ね2つまずね、届きました。はい、中身の方ね、もったいぶってあれなんですけども開けていきたいと思います。こんな感じでね、こう結構毎回こういったなんか袋に入って届くんですけども、はい、今回購入したものは、まあ、これだけではないんですけどね、バイクのカバーです。バイクのカバー購入しました。ね、こういった袋に入っていて、これはね黒色の、僕はあのバイク2台所有していまして、ちょっとね2台ともねこういったあの、バイクカバー毎回ねWishで買ってるんですけども、まあ、正直なところ、安物買い的なところはありまして、そんな長持ちはしないです。今回のこれもねおそらく長持ちはしないと思うんですけども、多分ね1000円以内の商品だったので、まあ、これがだいたい3ヶ月から半年ぐらい持つという過程で、毎回ね破れたら新しいものを購入するという形で、ちょくちょくねWishの方でねバイクカバーを購入しています。はい、今回ね真っ黒なこういうやつと、はいね、あともう一つですね、これ1台分ですね、これ L サイズの方に今購入しまして、開封しまして、今度こちらですね。はい、こちらの方もねちょっと開けていきたいと思います。はい、こちらもねまあこんな感じで梱包されてますね。こっちはまたさらにこう薄いビニール入ってきていますけども、これも開けていきたいと思います。ね、こういったペラが1枚入っていましたけど、はい、こちらもねこういった巾着袋にね入ってきています。これもおそらくねちょっと値段の方がね、Wish の場合はね注文してからだいたい早くても2週間3週間はかかるんで、これ結構前に注文したものなんですけども、こちらの方もバイクカバーですが、ね、2台分なので2つ購入しました。はい、こっちはね、赤の差し色が入ってるやつですね。はい、こういった。はい、ちょっと画角を広くしようかな。はい、じゃあちょっとね、レンズ動かします。グッと。はい、こんな感じの。これは多分、ちょっとさっきの L サイズより大きいものかな。ただ、生地の質感は、まあ、今まで購入してきたものとほぼほぼ同じなので、まあ、そんなに、
やっぱりね、安物なので長くは持たないかなっていう感じがしますね。はい、結構多分下手したら1ヶ月ぐらいで、穴が開いてビリビリになってしまう可能性もあるかなってぐらいプラプラで安い感じがします。はい、実際安かったんですけどね、これも980円とかそんな値段だったと思います。もう1枚のこっちの方がまだ裏地がこのシルバーでね、まあでも厚み的には変わらないかな、あんまり変わらないですけども、はい、こういった、バイクカバー、はい、これ後ほどねちょっと僕の、駐車場の方に行ってバイクをね、どちらかのカバーを今ちょっとあの1台バイクの方修理に出しちゃってるんで、1台しかねちょっとこの、バイクカバーかけるとこお見せできないですけども、この辺ね動画の編集に、差し込みたいと思います。はい、ということでね、ウィッシュ購入してきたこちらのね、方のバイクカバーをね、私はあの愛車 TLR250R ね、こちらの方のね、バイクにかけていきたいと思います。はい、一応ねこういった感じで、ね、車輪のところでこうあの飛ばないようにするね、まあ普通のバイクカバーによくあるやつですね。でこれは前はどっちなんだろう、前後ろか、デザイン的にただの黒いやつって前後ろがどっちかよく分かりづらいんですけどね、おそらく多分こっちが前なのかな、こっちが前っぽいですね。はい、でサイズが L サイズなので、もしかしたらこのバイクにはちょっと大きくするのかもしれないんですけども、一応台は小を兼ねるので、ここね、よいしょ、これ同じような価格帯のやつだと前後ろにちゃんとこの剥がれ止めのさっきのパチっていうのがついてるやつもあるんですけど、これはどうやら後ろにしかついてないみたいな、うん、まあ値段相といえば値段相ですけど、よいしょ、はい、じゃあこっちの方ねちょっと回ってきて、ね、うん、この部分がね、前後両方、前輪後輪両方あればいいんですけど、どうやらこれはね、後ろにしかないタイプのやつみたいですね。はい、じゃあここね、カチッと。大きさ的にはまあちょうどいいかな、L サイズでも、このバイク、こんな大きなバイクじゃないですけど、L サイズでもそんなに。逆に、なんかどっか引っ掛けてる、なんか引っ掛けてる、前がちょっと足りないぐらい、一回これを外してちょっと全体的にかけ直してみましょうか。サイズが L サイズの割にはもっと大きくないなんて、まあ、とりあえずは上とかぶせられて前後ろ違うのかな、もしかしたら前後ろ違うかもしれない、という割にはこのちっちゃい車体でもギリギリな感じですね。一応今日はちゃんとカバーはできるけど、一応はなんとか
さんいとこさんが見ましたね。この位置が良くないな。この剥がれ止めのところの位置が良くないですね。よいしょ、結構ちゃんと被せるのに苦労してるから、まあなんとかでも被せました。やっぱりね、ちょっとね、安いだけあってペラペラ感が、否めないですね。はい、まあ、こんな感じでね、ウィッシュを購入したバイクカバーね、とりあえず1台分、かぶせました。もう1台はね、また修理の方が上がってきて、かけられるようになったらやりたいと思います。はい、バイクのカバーなんかもね、普通にバイク量販店とかね、バイク用品店とかで購入すると、まあ安くてもね、大体5、6千ぐらい。は、したりしますし、まあ、高いものになるとね、バイクなんかが大きかったりするともう1万円超えてくるようなバイクカバーがもうほとんどなんですけども、まあ、今回ね、まあ、言っても1000円とか、1000円未満のものの、バイクカバーをね、購入してきて、使ってるわけですけども、まあ、当然そのね、普通のバイク用品店とかで売ってる、高級なねバイクカバーに比べるとまあね、持ちは当然良くないですし、まあね、毎回毎回買い替えるっていうような形にもなってしまうんですけども、僕はね、なぜこういった、激安通販アプリのね、ウィッシュの方でバイクカバーを購入するかというとですね、まあ、結構ね、過去何回もね、1万円ぐらいするいいバイクカバーを買ったことがあるんですけども、まあ台風だったりとかね、まあ何かしらの要因でその都度ね、風に飛ばされてなくなってるのか、もしくはまあちょっとね、分かんないですけど盗難で持っていかれてるのかね、分からないんですけども、せっかくね1万円超えるようないいカバーを買っても、まあ 2,3 ヶ月後にね、まだ綺麗のうちになくなってしまったという経験がありまして、まあそういうのがね、何回か続いたことによって、まあもうバイクカバーはね、もう本当にとりあえずバイクを守れればいいやという形で、まあすぐダメになってしまいますけれども、まあ本当にダメになっちゃってもね、惜しくないぐらいの程度で、ね、もう質より量で、対応するという形で、今回ね、ウィッシュの方で、バイクカバーの方を購入してみました。はい。であとはですね、他にもね、ちょっとなんかいろいろ届いてるんですよ。さらにまたね、今度こういったね、小物なんかもね、一緒に届いてたんで、これは何だろうね。これもちょっとね、開けていきたいと思います。どういったものが入っているか。はい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 、アクセサリーですね。はい、こういったね、アクセサリーが、まあこれもまあ数百円程度ぐらいでね、これ撮影用でちょっとね、モデルさんの指先とかがね、ちょっと寂しいなという時に使うために、小道具としてね、用意しているものですね。これも多分そんなね、高かった覚えはないです。数百円程度ぐらいのねものを購入しています。こちらもそうかな。はい、まあ、時にはね、ちゃんとしたいいものを使うべきだとは思うんですけれども、まあ、そんなに、ちょっとした衣装のね、アクセントとして、小道具として使う分では、まあ、いいものだったりするとね、紛失したりね、してしまったりすると大変なので、まあ、本当なくなってもいいようなものとして、こういう、ウィッシュとかね、で売ってるものをね、ちょくちょく、使っていますね。はい、硬い。よいしょ。こちらは何でしょう。これ何だろうな。これは、仮面かな。うん。マスクっぽいですね。マスクっつってもね、コロナ用のねマスクではなく、多分こういうベネチアンマスク的な、多分これもまあ小道具ですね。はい。これも、ポートレート写真の時のね、ちょっとした小道具で使おうかなと思って、購入してるものだと思います。はい。まあ、こういったね、本当に細かいものとか、こういった細かいものとかね、まあ、こういったようなね、こういったちょっとした、ね、GoPro とかで使えるような細かいアクセサリーとかね、結構衣装も豊富にありますんで、あとはもうこういったね、着るものとかもね、たまたまこういうちょっと奇抜なデザインですけれども、まあ、もっともっと普通に街中全然普通に着れるようなと、なんか洋服なんかも、格安でね、ウィッシュの方では売ってますんで、ぜひとも皆さんはね、使っていただければなと思います。はい、別にウィッシュからの案件ではないですけどね。はい、ということでね、今回の藤本動画、ウィッシュをね、激安だよね、激安通販アプリウィッシュの方で購入してきたものをご紹介しますの回でした。ではまた、バイバーイ。